皆さんこんにちは、いちきです。はい、今日はですね、都内の釣り具屋さんに行ってきて、ちょっと思ったより買ってしまったので、今日は紹介していきたいと思います。この間も購入品紹介、1万円で何買うかみたいな紹介したと思うんですけれども、その時とはまた全然違う買い物内容になってるので、よかったら最後まで見てみてください。では行きましょう。まずですね、上州屋で買ったもの。まず、はい、まずこちら。ブリッツ MR です。カラーがですね、ダズラーベイビーギル。ブリッツの MR、ダズラーベイビーギルです。はい。ブリッツの MR ね、私亀山で、2本釣って、それからクランクにハマってですね、面白いなっていうので、いろんなクランク買ったんですけど、このね、その亀山で釣ったブリッツ MR をちょっと霞ヶ浦にロストしてしまいまして、なので、新しくこのコールね、カラーを買ってきました。いいんじゃないですか？ほら、いいカラーでしょう。ベイビーギル。裏が、腹がね、オレンジとちょっと紫っぽいカラーになってて、MR がね、私一番好きなんですよ。で、このね、フックをいつもギャストレブルにいつも変えてるので、後で変えようと思います。いいね、いいカラーですね。あとね、ここのスプリットリング、なんかリングも、私はこれ取っていつもスナップにいつも変えます。はい、1個目がブリッツ MR です。次がですね、こちら、じゃーん、ヤミーフィッシュの 3.8、 ヤミーフィッシュの 3.8 でもね、欲しいカラーが本当はもう1色欲しくて、スポーンギルっていうカラー欲しかったんですけど、ちょっとなかったので、この2色、土ミミズとクリアエビワカサギっていうカラーを買いました。全然あれだね、大きさが違うね、やっぱり 0.8 インチでそんなに変わるんだ。結構大きいよ、ほら。これちょっと見にくいかも。土ミミズの方にしよう。結構大きい、ほら。すごいね、なんか。これ飛びそうだな。まあ、ノーシンカーでもいいし、なんか瞬的みたいな 3.5 のテキサスとかをこうフリーにして、こうピョピョって使ってもいいんじゃないかなと思います。 3.8 インチいいですね。じゃあスプリットショットするには大きすぎるか。はい、次はもうこちらおなじみですね。ちょっと在庫がなかったので、ピンフリーショットの 7g、 この間山口の、ポイントさん行った時に置いてなかったので補充しました。 7g が私は一番好きです。本当はあれなんですよ、バウヘッドを見に行ったんですけど、本当にどこにも置いてなくてバウヘッドどこに売ってあるんだろう。4分の3オンスだっけな、なんかそう、結構重ためのやつは置いてあったんだけど、 7g 4分の1オンスが置いてなくてですね、どこ行ったら売ってるんだろう。まあ、か。はい、次がタックルベリーで、こちらオモディですね。オモディです。これは本当に楽しみにしてました。オモディの2番の 3.5g の、コロラドタイプを買いました。5g もあったんだけど、5はちょっと重いかなって思って、とりあえず 3.5 を買いました。お、すごいね、こんな感じいいんじゃないですか。これはあれだね、これはやっぱりこれかな。あ、ちょっと大きかったかも。リズムグラブに私はつけるの好きで、はい、こんな感じでね、3.5g、 は
はい、いいんじゃないでしょうか。これベイトフィネスとかで投げてカバーに入れてみてもいいと思います。いいじゃんいいじゃん。次がこちらタリズマンの3番ですね。これあのネコリグ用でね、いつも10ネコリグ用で使ってるんですけど、ちょっとちっちゃいのをカバーに入れたりするダウンするときに使えるかなと思ってちょっと買ってみました。何に使うかまだ考えてないですはい、とりあえずね、だからこのフックすごい私気に入ってるのでタリズム、はい、買いました。あと次こちら、じゃじゃーん、ピクピク。これどうなんだろう。ちょうどねこの2色が置いてあってずっとね気にはなってたんですけど、これどうなんだろう。本当になんかこれクリアレイクで使うイメージなんだけどさ、相模湖とかは結構いいかもしれないね。関東だと霞でやってもなんか気づかれない気がするどうなんだろう。もし相模湖とか行くときやったら使ってみたいけど、うわすごい湾曲、結構曲がってるね。これはこう使うわけでしょ、こうピクピク。そして結構細いしめっちゃ軽い。弾は動かないんだ、この中の弾。これ針ちっちゃいね。なんかでもすごいいい感じ。はい、ちょっとこれはワカサギレイクで使うのがいいかもしれないですね。今度使ってみたいと思います。次ですよ、次がですね、あのもう本当に入荷情報とか全く出てなくて、行ったらたまたまもうブワーって置いてあったので、これはもう補充しないとと思ってちょっと大量に買ってきました。はい、こちらも私のもう大好きなねワームですよ。こちらツーウェイです。ツーウェイを1,2,3,4,5,6 パック6パック買ってしまいました。新色もあって、新色とも今までの色もあって、本当にねこれでもね何色、多分10色ぐらいあったんだけど、さすがに10色はいらないなと思って、まあ、似たような色もあったから、こう、使えそうな色をね、買ってきたんですよ。そしたらもうこうですよ。6パック。今でも十分余ってんのに。でもこれはね、私はね、釣りに欠かせないアイテムなので、しかもなかなかすぐ売り切れちゃうから、一人1個とかも制限なかったので、買ってきました。これでもう1年半は持つでしょうと思いますはい、でカラーがですね、まずグラスシャットっていうカラーですね。ちょっと青ラメが入ったやつと、裏がちょっと白っぽい感じですね。はい、次がこれはもう、前からあったカラー、ダークシナモンブルーフレーク、グリッパンと黒の間みたいな、うん、うん、そうですね。これはもう鉄板カラーですね。はい、で次がグリッパンですね。グリッパンはもう鉄板ですね。これも鉄板です。そして、テナガエビ、これがねまたねサイトとかでねものすごい使えるんですよ。このカラーがいいんですよ。でこれ次がコスモシャット、裏が白っぽい色で、スカスとほんとクリアに
黒のブラックとちょっとブルーの偏光ラメみたいなのが入ってるカラーですね。これも結構クリアレイクでもいいし、うん、まあどこでも結構使いやすそうな色だなと思って、はいはい、次最後、これ新色じゃないですか。これ今まで売ってなかったよね多分。ブラックビトっていう色で初めて見るカラーですね。出してみる。これはブラックなんですけど、これねよく見るとブラックなんだけど、この裏が光に当てる、ちょっと画像だとちょっと動画だと分かりづらいけど、後ろがクリアなんですよ。このこっち側がクリアなんです。すごいね。もう普通に見たら黒なんだけど、ほらもう下半分がねクリアなんです。すごいねこれ。どう、なんかこれ気になる、なんかすごいね気になって。でこのケバケバも黒と透明がねこうまばらに入ってるような感じ。これねすごい使えそうだなと思って、はい、ということで6色買ってきました。はい、あこれ忘れてました。はい、いつものインチワッキーの 2.2g ですね。はい、これはあれです、オモヘッドワッキーに使うやつですね、バットウィップとか。はい、以上が今回の購入品になります。全部でいくらぐらい、また14,000-15,000ぐらいですかね。以上が今日の買い物動画になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、最後に告知になるんですが、この度ですね、フルフッキング TV においてメンバーシップを開設させていただくことにしました。はい、このメンバーシップっていうのがですね、フルフッキング TV の、有料会員っていう形になってまして、その有料会員しか見れない、ページができるんですね。でその中で限定の生配信だったり限定の動画だったりとか、あとやっぱり有料会員になってくるので、グッズの先行販売などを考えてます。はい、でやっぱり有料会員になってくるので賛否両論あると思うんですけれども、解説においてですね、もっと私の素の部分が見せれる場所を作りたかったっていう思いがあったので、解説させていただきます。はい、ただ普通の、フルフッキング TV の方も、今まで通り、むしろもうちょっと更新頻度上げれたらなっていう風に考えてるので、そこは今まで通り変わらずやっていきますし、まあ、新しい挑戦の場として考えていただければと思います。はい、で最後にですね、ちょっとこれ勘違いしてほしくないんですけれども、有料会員になった人が偉いとか、そのなってないからファンじゃないとか、そういうのは1ミリも私は思ってないですし、フルフッキング TV を見てくださる、皆さんに本当にいつも感謝してるので、本当に興味がある方だけで大丈夫です。はい、そこはなんだろう、入ってる入ってないで優越をつけるつもりも1ミリもないですし、そこは皆さんにも、そういうふうには思ってほしくないので、それだけちゃんと伝わってると安心です。はい、でメンバーになるっていうボタンがですね、この下のチャンネル登録のボタンの横にメンバーになるっていうボタンがあると思いますので、そこを押していただけると有料会員になるページが出てきて、有料会員になると新しいそのページが見れるようになりますので、まあ、もし興味があればぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほじゃのー。